ばんは、週刊バルチャン金曜日、10月25日の放送です。今日は日本人の宗教観という題で、はい、落としどころはちょっと違うところに行くと思いますがすごいですね、はい、そういう話で、あの今西尾市にですね、はい、各宗派のお坊さんが集まって、はい、絵解の会っていうのがあるんですね。で、もともとそのエデンっていう神蘭エデンとかですね、蓮如エデンとか、その、物語がこう絵で紙芝居のような状態のものを一枚の絵の中に、でそれを、まあ、棒で刺しながらですね、宗教を説法するという、うん、でこれは江戸時代とかに流行ったその三河漫才と同じように三河の門徒がですね、うん、その絵伝を持って、旅をしながら辻辻で、違う あの椅子が邪魔かなと思ってましたけど、辻辻で説法をしながら、まあ、お賽銭というか、はい、お金をいただくというようなで、京都の本山からですね、何遍もこう中止命令を受けながら、要は門徒がそういうことやっちゃいかんということで、でそれを今あの西尾の お寺がたくさんあるもんですから、そこに、絵伝があってですね、それを、お坊さんたちがそれを持って絵解きを始めていると。でその会のメンバーでもあるもんですから、ぜひこの番組に出てくださいというお願いをしつつ、先行切って日本人の宗教観という話で、ただあの僕は宗教をあの一つの宗教を別に信じにしてるわけでもないんで、宗教的な視線ではものが語れないもんですから、はい、まあ、あくまでも宗教観という話を、はいはい、させてもらおうかなと、はい、ということでパワーポイントよろしくお願いします。はい、はい、日本人の宗教観ってその観なんですか？この観じゃないかな、もう一つもう違う方の観だね。見るでいいと思いますけどこっちの観でいいんじゃないでしょうか。はい、ごめんなさい、間違えました。はい、いいですよ。失われる宗教心っていうことで、あの新聞各社研究機関学会の調査と総合するとですね、うん、特定の信仰信心を持っている割合は1950年代で、60% を超えてたそうです。はい、それが70年代80年代になると 30% 前後に、要は信仰心が30% しかいないの。はい、それは70年80年なんですね。で90年代になるとそれが 20% 台に。すいません、じゃあ何葬式も何もやらない。いやいや、そうじゃなくて、僕も東本願寺の門徒なんですが、はいはい、お寺もあって、うん、そのお墓もあるんですけど、うんうん、東本願寺の、宗教を何て言ったらいいんだろう、こう例えばお経やなんかを写経した、はい、したりですね、はい、こうそういう信心じゃなくて、はい、お盆の行事とですね、はい、あとはあのその先祖の敬うっていう関係での関係はあっても、うん、個人的な信心ではないじゃないですか。うん、まあまあそうですね、まあ位置づけとしては門徒だけども、はい、でも、例えばお正月には神社に行っちゃうし、はいはい、クリスマスは威張っちゃうし、大晦日にはお寺で授業の鐘みたいな。そうそうそうです、そうです。でそれがまあ日本人が普通に、うん、あのいろんなこう祭事としてこう取り入れてて、うん、だからといってクリスマスを祝ったからってキリスト教ですとは言わないでしょ、ああ、まあ、というような状況で、私あなたはどんな 信仰をしてますかと言われた時に、うん、特別ありませんっていう人がこのパーセントで、90年代20代の若者については、うん、90年代の前半までは 10% 台を維持してたそうです。あら、それが95年代には 5% から 6% まで下がってるそうです。で、実際にこう、キリスト教だったり、あの、うん、さっき言ったクリスマスとですね、うんうん、そのお宮参りとか、それから実際の、親族の、不幸やなんかの時でもちゃんと関わっているんだけど、この信仰をしてますっていうような位置づけで日本人は生きてないと、ほとんどの人が、うん、はい、で
欧米諸国、まあ、中国でもそうなんですが、30歳未満の年、青年層で80年代でも 40% から 80% すごいあの幅があるんですけど、これは国によってちょっと違うんで、信仰を持っていることと比較しても日本の若者は宗教がかなり遠い存在になっていると。だけど中国なんか宗教全部一回廃止したじゃないですか、ただですね、僕は中国は22から行ってますけど、まあ、神社それからモルモン教から何からいっぱいあって神社があってでやっぱり朝こう太極拳を やる前にですねお参りをしたりそういうちゃんとで韓国系なんかは儒教ですから、はいはい、儒教関係の寺院もしっかりありますし、要はもっと生活の中にきちっと信仰心を持って生活している人が実は世界中にはたくさんいるということですね。で、それとは別に一方で80年代の調査でですね、修行的心が大切とする日本人は全体の 70% だ、さらに30歳未満でもですね 50% 超えてたそうです、要は自分は信仰してないけども信仰心は必要なんだと、信仰する心は、と思ってる人はそんだけいるわけですね。で90年代の大学生対象の調査でも信仰は持っていないが宗教に興味があるという学生が20から30% 台だと。でさらに神仏の存在については 50% 前後、半分ぐらいがですね、霊の存在については 60% の学生が信じると、神も仏もいるんだっていうのが 50%、さらに霊の存在については 60% ぐらいの学生がいると言ってるわけですね。で、オカルトは好きなんですね。まあそういうことなんですが、宗教はあんまり好きじゃないけどオカルトは好きなのね、で、まあお化けとかですね、さらに死後の世界については 50% が信じると、地獄なのか、日本的地獄なのか、キリスト教的地獄なのか、ちょっと分かりませんが、信じると。で、あり得ると回答、信じるあり得ると回答していると、で、80年代末の10代の子どもたちへの調査でも、幽霊、たたりや、呪い、超能力の存在については、男女とも 70% ぐらいが、肯定的な回答。で、この時にユリゲーラーが出てきたりですね。懐かしいですね。それから子供たちは、コックリさんが流行ったりですね。それから未だに、その、占いとか、あるいは、オーラの泉みたいな番組があったり、まあちょっと前ですけど、今も、タレントの女の子の大学生で夜中にそういう、やってますね、そういうのもありますね、で、基本的にそういうことは好きなんですね。で、同時にオウムとか、要は信仰宗教、信仰宗教オカルトに、参加してた人たちにこう、質問をしたんですね。で、その人たちが言ったのは本当にやりたいことが何なのか自分でもよくわからない、そういう迷いの中から実はオカルトに参加した、信仰宗教に行った、でさらにその限界のようなものを感覚で突破したいと思った、自分の限界を突破したいと、なんか新たなこう世界を見たいとか、なんかそういう思い、それから私には筋の通った人生の目標がないと、だから迷いの中にあるから信仰宗教に走った。なるほどね、信仰宗教は教えてくれそうだから、私には同じことが書いてある、確かなものをが発見できればしっかりした自分が捕まえられるかも、やっぱりそこでその時に、信仰宗教、自分の力が 100% 発揮されてないという漠然とした欲求不満があった、要は宙に浮いたりですね、覚醒したりみたいなことが、ひょっとかしたらそういうところでこう得られるんじゃないかっていう期待を持っていったと、それから自分の姿だけが本来あるべき姿ではないと、今の自分がね、で本来はもっと輝かしいはずだし、社会の中で自分を特別な存在として感じたいと、
そういう思いから信仰宗教を読んでる。で、これはあの新人類と宗教っていう、まあ、宗教学者がですね、アンケートを取った結果としてこういうものが出てきてます。で、基本的に信仰っていうのがね、この信仰宗教とかオカルトでも信仰で言ったんじゃないんですよ。だ、その例えば何て言ったらいいのかな、そこに神がいるから、神々しいものがあるから、拝まずにはいられないっていうような思いで行くんではなくて、自分の足りないものを与えてくれるんじゃないかっていう思いでこう参加してる。まあもともと信仰宗教あれですもんね、あのマルチ商法と能力開発と大体根っこが同じですからね。ただね、僕見てると、その例えばピースボートに行く、すごく流行ってですね、ありましたね。であれもやっぱり同じような思いだと思うんですよ。自分の可能性を、あるいは世界を見たい、今の日本にいる学生としての僕はこれだけど、もっと違う自分がいるだろうとかっていう思いで行くとかですね、それからまあ留学、それから万博前後に払い合ったボランティア、今は僕の周り、ネットでつながっていく僕の周りでは、社会起業家になるっていうようなことが東京でかなり、その大学生だったり優秀な東大生、京大生も含めてですね、そういう人たちが、それが今信仰宗教みたいな、だから対象として宗教でなくてもどうもいいんだと。でこういうことが満たされるものを探してる、この言葉ってね、特に自分の姿が本来あるべき自分の姿じゃないと、本来はもっと輝かしいはずだとかですね、社会の中で自分を特別な存在として感じたいっていうのは、その大学生君の、フェイスブックに非常に近い思いがね、これを実は僕は書いてて、すっげえ近いと思ってですね、結構若い人ってこういうところで自分探しをしながら、宗教とかオカルトとか、あるいはボランティアとか、あるいは YouTube によって放送することで何か変わるんじゃないかとか、っていうことも含めてね、なんか動機は非常に近いんじゃないかなっていう気がするんですよ。ちょっとこのタイムライン結構流れてるんですか、ね、はいはいはい、はい、これ結構いいですよ、はい、ゆうきまぐれさん、行事としての宗教、これ多分あれですね、葬式とかなんかですね、はい、窓際君、今日は、神道の話ですか、違います、宗教の話です、はい、だから、必要と思っていても信仰を持っていないんだな、あいかんですね、信仰してくださいから、筋の通った人生の目標があれば自分を捕まえられるという発想自体が、幻想だと思う、はい、そんな夢も希望もないことを言うのやめて、あと自分を過大評価している、なるほど、あれですね、これは単なる、ネタですね、豚バラちゃんこれは却下ね、はい、あと、田中ってこれあれでしたっけ、サッカーの中田、秀俊は、はい、なんで現役を引退してから自分探しの旅なるものに出かけたのでしょうかそれ僕に聞かれてもちょっと最後にバラさんって書いてあるんですけど、でもまあ選手としての寿命と、選手としての現役としての寿命と、まあある程度のお金を持った彼はですね、その自分の一生をどういうふうに生きていこうかっていうのは、そのまま、サッカーの指導者になるっていう一般的な方向と、もっと違う世界があるんじゃないかとか役目があるんじゃないかっていうのは、ほぼ同じような動機で多分やってるんだと思いますね。この PA は何？パラドックス、はいはいはい、オカルトを、これはね単なる、多分シャレだと思います。宗教をね、そのボランティアとか、その例えばピースボートとか、あるいは、海外移住とかね、または留学とかね、短期留学とか、そういうものと一緒に本来はすべきではないけども、要はその
今の社会の中で、うん、まあ、10代から20代、うん、自分が何のために生まれて自分の存在価値や誰かに認められたいとかですね、はいはいはい、その、そういう生きていく上でこうなんか支えになるものを探してるのの中ではね、うんはい、残念ながら今の宗教っていうのが、うん、そのそういうものの選択肢の一つぐらいに落ちてしまってるような気がするんです、うん、でそれはまあ祭事化してるっていうかイベント化してる、うんうん、特に仏教やなんかはそのお墓参りに行くお盆の、うん、で残念ながらその今葬式もお寺ではなくて、セレモニーセンターみたいなところでやってるし、そこにはお寺はないわけですよね。お坊さんは出張で来るだけで、どっちかというとメインじゃないですもんね、うん、で同じ空間で違う宗派が次から次へと葬式をオートメーションのように片付けていく空間の中でね、そのやっぱりイベント化してる、うんうん、であの特に僕はその、お坊さんによく言うのは、なんでお坊さんは死人しか預かわないのと。生きてる人間が、ま、例えばキリスト教なら生まれた時にまずキリストの、名前をもらうじゃないですか。で病院に、キリスト教のお坊さんじゃなくて何だっけ、うん、神父さんがいるのは別におかしくないんですけど、はいはい、病院にお坊さんがいるのは変ですよね、なんか知らんけど、まあちょっとね、病院にお坊さんがいると待ってるみたいでさで、ね、そういうイメージで捉えられてるっていうのは、うん、その普通の私たちにとって死人を扱う人、うん、というようなイメージになってしまってるんじゃないか、うん、でせっかく僕は、まあ東本願寺の門徒であり、はい、うちの先祖はちゃんとそういうお寺にお墓があり、うん、でもそこで仏教の信徒だって言えるほど仏教を理解してないし、そのお経もの内容の意味も知らないし、はいはいそういう機会もないし、機会がないっていうのは求めないから与えられないっていう部分もあるのかもしれないけども、うんうんうん、で、ただその僕らの時代も含めて今の若者もやっぱり僕の時は18から19は迷いの時で、うん自分は何のために生まれてどんな存在価値があるんだろうみたいなことを2年ぐらい必死に考えてた時期があって、うん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 、ちょっとちょっとクリックしてください。はい、あ、すいません、落ちちゃいました。ごめんなさい。はい、まあそういうものがあって、うん、ちょっとこれ最後までいきますね。もうあと1ページなんで、うん、日本人が求めるのはどこにあるっていう。はい、で、基本的には本当にやりたいこと探し。うん。うん、要はオカルトを、カルト教に参加した人も、うん、なんか自分で仕事でも学校でも本当にやりたいことが見つからずに、うん、なんか修行みたいなところにそういうものを見出した人もいたんでしょう。でそういう意味では、本当にやりたいことを探すためにボランティアをやってみたり、うん海外に留学短期留学してみたり、うん、っていうことなんでしょう、うん、それから本来あるべく自分の姿、うんそれを探しに何かいろんなことをやってみる。なるほどね、うん、それから人生の目標、はいはい、見当たらないから何か見つけたいわけですよね、うん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 、でそのためにこういろんなことをやってみたい、うんうんうん、でさらに自分のやってることに達成感が感じたい、はいうんうん、こう何か会社行ってもこう言われたことをやってる、はいはい、でこの中でこう成績一生懸命上げてももっと頑張れって言われるとかですね、一生懸命やってるのにサボってるやつが隣にいるのに残業言われるとかですね、値段給料の差が出てこないとかですね、そういうことも含めてこういろんなことに達成感が感じられない。特にねゲームやってると面白いんですよ。その時その時は非常にその興奮状態になるし面白いんですけど、どっかで時間だってプチって切るとボタンをがゲームを途中終了した時点で終了なんですよね、うん、全部クリアして初めて達成感みたいなところはあるのかもしれないけど、なかなかそれやるよりも経過で楽しむもんなんで、うん、そのあんまりこのゲームの中でも達成感っていうのはあんまり感じられないのかなっていう、うん、それから充実感、うん
うん、うわやりきったとか、うん、なんかそういうものもなかなかこう仕事の中でも、うん、そのまあゲームでも大学でもあんまり感じられないのかなと、うん、で何と言っても生きてる今生きてるっていう実感を感じたいんだと思う。あ多くの若者が、ねはいはい、それは僕も今もそうなんですよ、うん、実はね、うん、だからこう迷いの中でいるんで、うん、僕はね、うん、でまあそういうことなんだろうなと、うん、でパワーポイント終わりです。はい、あ今日短かったですね、はい、変な絵になってた。あ、さっき、まあ、あすいません、ね、ごめんなさい、うん、あちなみに代々木まぐれさん、あキリスト教なんだ、あそうですか、あいいですよ、はいはい、あだから信仰してる人を批判してるわけじゃないでしょ、うん、信仰してる人は、そのどんな宗教を信仰することも個人の自由ですし、はい、僕はどの宗教がダメなんて話は一切してないんで、でなかなか人っていうのは弱いそのものですから、うん、どっかこう心の拠り所みたいなものが必要な人っていっぱいいて、で当然その時にその人のために宗教がある、宗教のために人があることは、うん、ちょっと問題ですけど、うん、人のために宗教があるならそれは、うん、どんな信心をされてもですね、それは個人の自由だとは思います。でそういうことで例えば道徳観とかですね、うん、僕22で中国へ行った時に初めてパスポートを取ってですね、うん、まだなんかこうアンケートがその前にあって、うん、どんな宗教をまず書く欄があるんですね、うんうん、で海外行く時は、どんなその宗教心を持ってるかでその人の道徳観みたいなのをこうある程度分かるっていうところで、もう当時はそういうそのパスポートで実際に中国に入るためのビザを取るためにそういうものを書かなきゃいけなかったりしたんですが、今の日本人でですね、あんまりこう私は何教どういう信心をしてますっていうことは、うん、こう個人を特定するというか、うん、この人はどういう道徳観を持ってるっていうことで、うん、あ仏教的思想ですねとか、はい、キリスト的思想の人ですねとかっていう人の見方をしないじゃないですか。うん、そのぐらいキリストなんですよ、うん、宗教に関して、うん、で阪神淡路からですね、東北の震災の時も世界中から日本人の道徳観は評価されました。だけどこれだけ宗教っていうのを土台とした道徳観ではないんですよ、うん、そうですね、うん、でそれはまあその学校教育の中で人と同じことがとてもいいことだとかですね、学校総合学習の中でボランティアをとかですね、なんかそういうことになってるのかよくわからないんですけどなんかざっくり言って学生がどうこうではなく、もともと日本人が持ってる多分あれが宗教観なんでしょうね、だと思いますね、うん、でやっぱり農耕民族で、村社会を形成しながら、うん、人とこう上手に、限られた地域でこう、うん、生活していくっていうのに、うん、都合のいいというか不都合のない人間関係を作るっていうようなことが、だからもう村八分になったら生きていけない社会だった中でね、人と常にこう同調し全体のことを考えっていう、こう農耕民族独特な道徳観みたいなところなのかなとは思ってるんですが、残念ながら仏教徒だから道徳観があるとかっていう話ではどうもないで、ただですね、今後やっぱり特に仏教は、はい、もうちょっと頑張ってもらいたいと、うん、要は生きてる人間に対してそれだけ迷いを持ってる若者に対して、あるいは子供たちに対して、うん、こうもっとダイレクトに関わってもらいたいと思うんですよ、うん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 、そういう意味も含めてですね、この江戸木の会のお坊さんたちに出演を求めてはいるんですが、
もし見てたらぜひ出てくださいということですね。うん、で、日本人全体海外行ってもスリは多いし、うん、お気引きはされるし、はい、アメリカでも変なとこ行けば銃で撃たれる可能性はあるし、そういう意味では非常に治安が良くってですね、うん、でああいう震災の 時でもその例えばスーパーへみんなが入って全部持ってっちゃいましたみたいなことは海外では当たり前に起きることが起きない、うんうんまあ、中には悪いのはいるけども、うんそれでも、ね、全体としては非常に統制が取れてみんなでが助け合うという意識は持ってるんですが、今後さらに国際化する中でね、うん、その日本がどういうふうになっていくのか、うんうんで今日本ジャパンクールジャパンで例えば日本政府がやってるクールジャパン戦略の中の日本の食文化あるいは、アニメ、宮崎も作らないって言ってますけど、うん、ジブリのアニメとか、うん、ああいうものが、世界中で、評価されてる。でそこにはやっぱり日本人の道徳感とか、うん、その死生観とか、うん、そんなものがいっぱい入ってて、うん、そのトトロとかですね、それから、まあ、とにかく宮崎駿のアニメーションの中には日本の文化、うん、ものの考え方、うん、価値観、うん、あるいは、矢をよろずの神、すべてのものに神がいて、うんそれと関わりながら暮らしていく日本人の姿みたいなものが、うんとてもかっこいいと言われてるわけですから、うん、それを我々日本人がただこう情報発信放出して出し切ってしまわずにこう守り続けこう育てていけるかどうかみたいなところは今後の日本の強みになるかどうかっていうようなところだと思うんですけど、うん、現実にあれですからね、うん、お寺自体も確かにどちらかっていうと我々行く機会あんまりないですけど、江戸時代とかなんか寺子屋ってやっぱりまだこうなんつうんですかね、この町の人たちを教えていたやっぱりインテリジェンスな人たちであったわけですよ、お寺っていうお坊さんがね、うん、だからそういう意味ではもっと幼稚園みたいなノリで、うん、こう小さい子供たちをお寺に預けて、ああいう、なんつう今、榊原さんがやってるような、ね、託児の代わりに、うん、もうお寺がそういうぐらいのことをやってるんですかね。NPO ママネットが12年前にですね、一番最初に、託児をやったのはお寺の本堂なんですね。うん、で当時、西尾のお寺で、うん本堂の建て替えを控えてたのかな、うん、で、まあ和尚からですね、うん、その子供の昔はその子供の境内が遊び場だったと、うん、子供たちの、うん、地域の、はいはい、それから、おじいちゃんおばあちゃんの拠り所だと、うん、でもこれは子供は軸に取られ、うん、おじいちゃんおばあちゃんは病院の待合室に取られ、うん、葬式までセレモニーセンターに取られ、地域の人が来ないと、うん、で何とかしたいっていう話の中で、うん、本堂で託児をやらせてもらえませんかと、うん、まさにおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんが預けに来ますよと、うん、境内そのものが遊び場になりますよと、うん、で、実は託児は無料託児だったんですが、うん、お寺 の本堂で始めたんですね、うんうん、で地域地域本来お寺今の公民館、うん、がお寺が役割を持ってたわけですよ、うんうん、でもそれが政教分離の発想でね、はい、全部お寺を排除し宗教を排除し、はい、地域コミュニティの本当は核だったお寺、うん、そこに信仰があり、うん その祭事もありね、うん、っていう状況の中で動いてた日本社会を、うん、行政がコミュニティセンターを作り公民館を作りコミュニティセンターを作りでっていうふうにこう変えてきたんで、ある意味、まあ、一番には昔寺子屋があった時代ってやっぱ江戸時代なんですよね。で明治ぐらいになると結局
あの天皇を神としてしたんで、あれをやったもんでもうお寺の地位は落ちましたね。あそこで一度落ちましたね。 あれがなければね、お寺の地位はもうちょっと上だったでしょうけど、あの軍国、まあ、明治で天皇を神としてもっぺん、うん、こうだから、廃仏毀釈でしたっけ、要は神道を広めるための、うん、まあ、手としてそういうことが起きて、はい、でまあ歴史的経緯は別として問題は政治と宗教っていうのは世界中であるいは日本でも常にこう関わりながらこう動いてきて、だけど民衆は常にこういう今の若者と同じような思いの中で、うん、そのこう宗教と関わってきたわけじゃないですか、でそれが残念ながらボランティアとかそのあるいは社会起業家とかなんかそういうものと同等レベルになってること自体宗教としてね、どうなんだと。で江戸時代とか古い日本ではもう知はその知識自体はですね、お寺にあったんですよ、で天文学から漢方の薬の話から、それからその、全部お寺の お坊さんが持ってて、文字も書けない人たちの中でね、そのインドの言葉かどうかよく分かりませんけどあれがお経も日本語ではない言葉で読むわけじゃないですか、で、それで読み書きができて、っていうその地が全部そこに集まってた、でも今、お寺さんは自分でその勉強してるだけでなかなか本当にその話が来ない、まあ、あの聞きに行かないこっちが悪いってその通りなんですが、まあそういう状況なのかなと。でだからこそ今日本の仏教はもっと頑張ってほしいし、少なくとも多くの日本人がお墓というものを通じて一番近いところにあると思いますんで、まあもちろんキリスト教の方もいらっしゃいますし、あのどの宗教でもいいんですけど、宗教がもっと頑張ってもらえないかなっていうのは、まあ、僕はあの僕の考えはもうあれですね、お寺はとにかく喫茶店を一軒ずつ持つ、僕が一番考えてきては、日常だとお茶屋さんはお茶出せっていうかもしれないですけど、あの、ね、結局ね僕はお寺はとにかくあの、まあ、檀家さん同行じゃなくてやっぱりあのお坊さんと喋る機会を作らないかんじゃないですか。そうですね。お坊さんが、まあ、マスターやっててもいいし、例えば檀家の方がマスターやってて、あの例えばあのそのお寺が運営してる喫茶店に結局、お坊さんがあのおって相談を受けるとかいう感じのことをやってくださると、あの本当に話す機会が増えますもんね。今だとねやっぱり葬式の時なんか話す機会ないですしね、あのあお寺さん だけでヒューと帰ってくるわけだから、あの基本的にその税法上の優遇処置もありますね、宗教っていうのは、はい、ありますね。でただ江戸時代とかその昔のお寺さんっていうのはお金持ちからはたくさんのお金をもらってたんです。はいはいはい。だからその戒名を書いてもですね、高かったわけです、はいはい、その代わり無縁仏も厚かったわけです、はいはい、でそうやってその変な話ですけど、まあ、お坊さんに言わせると志の経済っていうんですがあの西尾のあるお坊さんが言った、なるほどなっていう言葉なんですけど、志の経済と。であれ領収書一切書かないですから、はいはいはい、で税金も納めなくてもいいと。でその中ででもお金持ちからはたくさんの、でまあ自分とこ の家にあった、その立派な葬式ができるわけじゃないですか、その代わりね、その代わり無縁仏も全部面倒を見ると、
その道端で死んでる人も全部その弔ってあげると、で そういうことが本来の機能なんだろうなというふうに思うんですけど、今一律じゃないですか。セレモニーセンターの値段で決まりますから。そうですね、はい、あとはまあお寺さんに払うやつは、まあ、ある程度この差しの分が、今街都会ではですね、ビルの中でこうエレベーターでこうこんなお骨入れがあって、そういうお墓もいっぱい出てきてますね。でまあ僕は実際にはできない、実際にうちの家族というか先祖のお墓があるんで、そこに入ることになると思いますが、僕は自然葬で本当はよくって、空中散歩でも海でも何でもお骨流してくれれば別に構わないんですけども、その多分死んだらそう自分とこの榊原家のお墓に入ることになるんでしょう。ただ今日の話はですね、やっぱりその大学生君も含めてですね、僕も含めてですよ、その思ってることは同じなんですよ。本当にやりたいこと、56の僕もいまだにこうなんですよ。本来あるべき自分の姿はいはい、はい、人生の目標56でまだ探してますから。で達成感、充実感、その時々にそれを味わうために一生懸命なんかをやってる。で何よりも今生きてる実感をどう味わうか、変な意味でそれを味わってきたからもっぺん味わいたいんだと思います。花火業界の中でもそういう瞬間瞬間、生きてる実感みたいなものは味わってますし、こう NPO 活動の中でも一瞬一瞬でそういうものを感じてきたから56の今でも生きてる実感を感じられる一瞬を味わいたい。まあ欲深いんですよね。欲深いんですけど、欲なくなったらある意味なんで生きてるのっていうところにまた戻ってしまうんで、まあそうですね。だけどあれですよね、お坊さんはそういう欲はないんですよね、やっぱりね、宗教家なんで。違うんですかね。いや、まあ、今はどうだか分かりませんけど、バブル時期とかですね、名古屋の、繁華街の夜はお坊さんもベンツに、ね、乗りつけてローレックスつけてみたいなお坊さんはいっぱいいらしたそうですよ。だからそのお坊さんでも人間ですから、別に、まあ、犯罪は犯しちゃいけないですけど、いろんな欲はあるでしょう。はいはい、奥さんも子供もいらっしゃるんですから、そういう意味では。タイムラインちょっと結構伸びてっちゃいましたね。はい、じゃあちょっとここら辺行きましょうか。窓際くんが、仕事にあえて例えるなら、達成感と従属度合いと実際の実績の向上具合とかが比例関係にあればやりやすいけど、そうでない場合はややこしいです。そうですね。まあ、実際に仕事の場合に利益が出てくるか出てこないかもあるしね。働いてる側からするとこうすごく うまくいけてるのに儲けが少ない時もありますからね。これね、実際 の、 その何をやった とかどういう成績を上げたっていうか、数字的な問題じゃなくて感覚だと思うんですよ。で達成感とか充実感とか生きてる実感みたいなのは、必死になるってやるってやったというところがないと、それは感じられないわけじゃないですか。普通にやってて達成感もないし、やっぱり普通にだらだらやってて充実感あるとは思わないし、それがその不発に終わろうが他人の評価が得られないだろうが、そういうものは感じられると思うんですよ。で問題はその瞬間瞬間一人ずつが何を求めてどうやって生きてるかで、こういうものは本当は得られるんで、誰かに与えられるものではないはずなんですけど、やっぱり多くの人が誰かが与えてくれて、誰かがそういう思いをさせてくれて、あるいはこういうことをすると、例えば3ヶ月の短期留学をすると、なんかこんなことが得られるんじゃないかと思いながら3ヶ月あわわ言ってる間に過ぎて帰ってくるパターンが多いじゃないですか。3ヶ月だとね、これが1年とか3年とか言ってくればまた違うんでしょうけど、もうあんまり短期留学に
その次のステップのための視察として短期留学行くのは構わないですけど、うん、1週間とか1ヶ月とか3ヶ月の短期留学の中で、うんうん、まあ長期のあのヨーロッパの人たちなんかにすればそれは長期休暇を取ってるだけの話なんで日本人は忙しいからね、それが特別なことのように思いますけど、あのアメリカ人とかあのヨーロッパの人たちは当たり前に1ヶ月とかあの長期休暇取って他の国にバカンス行ったりしますから、あの彼らにとってみればそれは普通に旅行ってぐらいの感じだと思いますよ、うん。だけどやっぱり今の普通の生活から違うその世界とか目線とか体験をすることで何か違う自分が見えるんじゃないかっていうのは、うん、やっぱり常にあの人はそうやって動くもんだろうというふうには思いますけどね。なるほど、はい。あと民族的道徳観だと思うって、これは、はいはい、多分、ね、あれですね、うんうん、震災の時のことでしょうね。もともとがあれですもんね、日本っていうのは神道があったじゃないですか、もともとそこに仏教が入ってきたわけで、だからそれが結構ごちゃ混ぜの状態の宗教ですよね。日本特に万博とかですねの時に思ったのは、唯一宗教戦争が起こせない国民だろうなと。要は起こせるんですよ。あの宗教戦争に向かうことは日本人はありえないだろうなっていう。だって巻き込まれることもね。神道と仏教だってあれですもんね。12月31日なんか十夜の鐘ついたそのまま明けましておめでとうですからね。そうですそうです。うん。でもね、実際にその例えばアラブの人たちなんかは、うん、アラの神でですね、うん、要はそのテロを起こすぐらいの信仰を持ってるわけですよ。まあそれがテロイコールイスラム教ではないですよ。うん、ですけどそこに必ず上手まあ意図的に宗教を絡めながら、うん、こうそういうことをしてるわけですから。うん。だけど日本人にその感覚はほとんどないでしょ。だってあれですもん、向こうの人たちはやっぱ神様一人ですもんね。はい、一人の神様ってことは逆に言うとそれ以外の神様は違う神、つまりダメってことでしょ。だけど日本いいですもん。僕はさっきも18から19ぐらいの時に非常に迷いの時期で、うん、かなり悩んだ顔して歩いてたんだと思うんですよ、うん、キリスト教の人たちが声かけてくれるんですよ、創価学会の人も声かけてくれるんですけど、迷ってるわけですから行ってみようかと思って行くわけですよ、うんうんうん、そうすると、あの時は名古屋の教会だったかな、うんうんうん、連れてかれて、うん、要はその地球ができる1週間の話からスタートするんですけど、進化論はこの人知ってるんだろうかとかですねそんなところからスタートしちゃうし、創価学会行っても議論行ってもう来るなって言われるまで喋っちゃうんで僕その当時からね、あの上の人を呼んできます、上の人を呼んできますって次から次へと行くたびに上の人を呼ばれて、うん、でそれと全部議論しちゃうもんだから、うん、もうみんなが困るから来るなって言われたんですね。いや迷ってたから聞いてたんですよ。で意地悪で聞いてるんではなくて、うんうんうん、その言われたことに関して疑問があるから素直に答えその疑問、質問をして、で言われたことにでもこれはこうなんじゃないってつい言ってしまうんで、あのまあそういう時期を過ごしたわけですけど、はい、これ僕の話をした方がいいかな、時間的にまでいいですね、十分ありますね。あのその当時僕どういう結論を出したかというと、結論というほどでもないですけど、71の時に、まあおじいさんが71の時に僕は生まれたんですね、うんうんうん、でまあおじいちゃん子でおじいちゃんの膝の中で相撲とかですね、うんうん、トムとジェリーとかですね、うんうん、見ながら育って、でこのおじいちゃんが僕、90で死んだんですね、うんうん、でその時に、8人兄弟
の親父、末っ子の親父がですね、うん、まあ葬式があったわけです、うん、葬式では誰も泣かないんで、ね、90歳のおじいさんが亡くなって、うん、お父さん、その人たちにはお父さん、うん、僕にはおじいちゃん、うん、で、もう焼き場で火葬場でこう入った時に親父が一人泣いたんです、はい、あ90年生きてこの人の死を涙流して泣くのは一人なんだっていうのはすごい印象的に残ったわけです、うん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 、で、大学の時に、うん、年上の女性と付き合ってアパート暮らししてた同級生がいてですね、うんうんうん、子供ができて流産した、うん、この2人はそのまだ産声も上げない赤ちゃんの死を2人で泣いてるわけです、うんうんうん、こうおぎゃーと言わない子供の命に対して2人が泣いてると、うんうんうん、90年生きて1人しか泣かなかったのにおぎゃーも言わずに1人しか、まあ、2人も泣いてると、こう生きこう人生の長さとかって意味あるんだろうかっていうのがまず第一点だと、で基本的にその例えばその、花がね、うん、まあ、虫が来て受粉して、うん、実をつけて種を落とす、うん、でまた、芽を出す、うん、で多分人も、子孫を残すっていうようなその人間としてのそのも与えられたものはそこしか多分なくて、うん、生まれて死ぬ、どうやっても死ぬわけですから、はいはい、うん、いくら健康に気をつけようがいい人であり続けようが、うんうん、200歳まで生きた人はいないわけですよ、はいはい、うん、まあそうですね、基本的にね、うん、必ず死を迎える、うん、で、じゃあひょっとかしたら生まれて死んで子孫を残す以外は、うん、意味がないのかもしれないって思ったんです、うん、僕はね、うん、じゃあ意味がない人生を生きててどうするんだってことになるわけです。そうすると、うん、これに意味づけするのは僕自身だろうと、うんうんうん、で自分の道徳観、例えば人に嘘をつかないとか、うんうん、人を騙さないとか、うんうん、まあそれをできているかどうかは別として、うんうん、そういう自分の道徳観に基づいて、うん、これからの人生を自分が納得する人生を送りましょうと、はいはい、でそこにしか多分人の評価ではなくて自分が納得できるかどうか、うんうんうん、でこれは、まあ、人生ってお芝居みたいなもんで、うんうん、とにかく全部自分が主役、うん、で自分が台本書いて自分が主役で、うんうん、で、親父もおふくろも友達もね、うん、はいはい、全て早く、はいはいはい、まあ自分の人生の中では、ではそうですね、だから親父の人生の中では親父が主役、うんうん、でそうやって、でもその自分が台本を書く人生という舞台を喜劇にするか悲劇にするかは自分が書ける、うんうん、で書けばいいし納得すればいいし、うん、そうですね、と思ったんです、うん、でそっからすごく楽になったんです僕は、うん、だから人の価値観ではなく自分の価値観、はい、で自分のオリジナリティ、うん、で全て起きることは自分の舞台の上で僕が主役として起きてる、うん、ああいいと思います、でなんとなくこうその後楽になったわけです、すごく、うんうんうん、でそれが正しいかどうかは別として、うんうん、まあその迷いの 1,2 年のから脱出した時にそういうところに落ちたんですね、うんうんうん、だから人と関わり、恋愛をし、結婚し、子供を3人、例えばその育てというか親にしてもらってでその中でもやっぱり僕が主役で、でその人生の中でそういう幕があって、その都度その都度何幕か分かりませんけど、それが喜劇なのか悲劇なのか、最終的に死ぬ時はどっちみち幕は降りるわけですから、確実に。それは突然の交通事故かもしれませんし、癌で苦しみ抜いて死ぬのかもしれませんし、あんまりあの喜びの絶頂の中で死ぬことはないとは思いますが、それはあんまり期待してませんけど、まあ、いずれ幕は降りるだろうと。で降りたらそれ降りて一人の主役のその芝居は終わって、それで生まれて死ぬっていうことができれば、それで OK と。でその中身は全部自己責任だし、自分が耳付けすればいいし、
っていうふうに僕は思ってる。ああ、なるほど、そういう解釈ね。うん、だから、22から、例えば大学1年で助手席にして、親父が肝臓が悪くてですね、うん、病院行くと入院しろ状態だったんで、うん、まあ大学卒業しても、でっち僕は行かなきゃいけないというのが条件だったもんですが、1年で助手席にして、東京に行って、うんうん、で東京から帰ってきて、帰ってきた途端に中国行かされて、うんうん、あの右も左も分かんないなんか人民服を着た人たちの中に1ヶ月間、うん、しかも7都市ぐらいをあの電車と飛行機と車でですね、はい、移動しながら、はい、楽しかったですし、うん、まあ そこが落ちてたんで楽しめた、うん、なるほど、うん、いろんなことが、全てのことが、うんうん、でその時にやっぱり、あ、いつ死んでもその時に幕が降りるんだと思ってるから、うん、ある意味死は怖くないわけですよ。でまあそういう意味では今日帰りに自動車事故にあっても別に OK だし、それからやっぱり今この瞬間っていうのがとっても大事な感覚がその当時からあって、うんうん、その生きてる充実感っていうのはやっぱり今瞬間感じることなんで、っていう生き方を僕はしてきたつもりだし、多分これからもしていくんだと思うんですけど、それがいいか悪いかっていう話じゃないですよ。僕はこうだっていう話で、人にこうしなさいって話でもない。はい。え、中川さんはどんな感覚で生きてんの？いや、僕ね、結構あの宗教感ありますよ。あ、そう。僕、はい、まあ仏教も何もあのあんまり信仰してないっぽいですけど、はい、うん、あのやっぱ神様いると思いますよ。うん、うん、僕の中ではやっぱ神様いるかなという気がしますね。うん、でやっぱ神様に好かれる、神ってのはキリストの神？いや、全然まるきり違う、もっとぼやっとした、まあ、ぼやっとした神です。うん、親鸞とかそういう話じゃなくて、ブッダでもなく、もう何でもなく、神さんっていうのは思うんじゃないかな、いや、創造主というものがいる、うん、まあ、おると思います。はい、はい、でやっぱり僕やっぱりこうなんつうの、ああいう輪廻転生じゃないけど、うん、ああいう仏教的なああいうのは僕はあるような気がしてて、うん、やっぱりこういうこの社会に出てくるっていうのは、うん、やっぱり勉強に出てきてると思ってるんですよ。うん、この人間って生まれて死ぬだけだったら、うん、こんなもんわざわざこんな面倒くさくね、うん、何十年もこう生きてる必要ないじゃないですか。うんうん、なとっとと生まれてそのままとっとと死んじまえば、うん、手っ取り早いじゃないですか。うんうん、だけどじゃあなんで人間生きてるのかって言ったら、やっぱりなんつうの、授業みたいなもんだと思うんですよ。うん、つまり小学校、中学校で勉強やるじゃないですか。いや、勉強やっても結局、死んでいくだけでしょ。そうですね。だったら何も勉強しても意味ないじゃないですか。でもコーヒーの勉強はしてるじゃないですか。意味ないっていうのは何が言いたかったかっていうと、結局勉強して修行し、まあ、ある意味さっきも言ったように生まれ変わるっていうことで言うなら、うん、まあこの一生懸命という人生をこう生まれて死ぬまで一生懸命やることによって、一つこのランクが上がって次の、うん、あのステージに、うん、ある意味ステージに上がって次の、うん、人生が、生まれ変わった時になるみたいな感じのことがあるんじゃないのかなという。だから例えば行動するべきかしないべきかって言ったら、こんなもんした方がいいですよね。どうせだってね、人間生まれたら死ぬわけで、だったらこう健康だけを気をつけて、例えば規則正しい生活をして、例えばこう無理をしない生活がいいのかって言われたら、そんなことをやっとることよりもやるべきことをこう今これが必要だと思ったら徹夜してでもやって、で疲れたら寝りゃいいというふうな人生の方がいいかなというふうに僕は思ってますけどね。手塚治虫世代、僕ね、僕の宗教観っていうのは火の鳥なんですよ、うん、実は、はい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 、ほとんどあの中にある。あ、なるほど。仏教はブッダを呼んで、はい、いや手塚治虫のね、基本的に
お釈迦さんの一生の中から、うん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 、あ仏教ってこういう感覚なんだみたいなのは、はいはいはい、もちろんその迷いの2年の間には、聖書も読んだし、うん、あのいろんなもん読んだんですよ、うんうんうん、読んだんですけど、どうもね僕の宗教観のベースは手塚治虫の火の鳥だなと、火の鳥読みました読んでない、僕全巻持ってますね、この持ってください、はい、だから僕もだからそういう考え方してから楽になりましたね、うんうん、つまりあの下手にこう、うん、なんつ今、まあ、僕はコーヒー屋やって、まあ、ある意味好き勝手なやり方をやれてるのは、あのなんつうんですかね、こうやらないとやったのとどっちがいいかって言ったら、うんまあ、とりあえずやっとけだから宇宙乗りですよね、うん、それで経験ができるんだったらそちらの方がよかろうっていう風な考え方、大体失敗してもねどっちみちあのごめんなさいじゃないですか、あのいろいろな意味でごめんなさいだけでしょ、だったらまああのとりあえずあのやることはやっとけっていう気はしますよね。まず逆に徹夜はもう無理、あんたはまだ若いんだから徹夜ぐらい大丈夫だからあの、ね、今日はね、うん、ざわーっとこういう話をしたくって、はいはいはい、これ始めたんですよ。あ、そうなんですか。で正直あの何かの宗教を特別、うん、やっぱり信心してるわけじゃないですから、うんうん、その特定の宗教の話もできないですし、うんうん、もちろん批判する気もないし、うん、その信心してる人自体をどの子の言う気もない、うんでただこの中からそのこのテーマで書き始めて結果こうなったっていうことなんですねで特にカルト宗教にハマった人たちの、うんうん、そのなんでハマったかの聞き取り調査の中でこういう言葉が出てきて、うんうん、こういう言葉って別にボランティアやる行きたいっていう人の言うことだし、うんうん、留学したいっていう人の言うことだし、うんうん、ピースボート行った人たちの言うことだし、うんうん、今社会起業家を目指してなんか東京で一生懸命研修を受けてる子たちの言うことなんで、うんうん、方向性一緒なんだっていうのがね。でやっぱりね要は求めるっていうのは与えられてないんですよ。与えられてないというか得られてないんですよ。でそれが変な意味ね、その例えば小学校中学校高校の中で、オリジナリティよりも集団行動ができる、そのクラスが崩壊しないように迷惑かけないように、みんながイエスと言ったらイエスを向く方のが管理しやすいじゃないですか、はい、管理しやすい。まあ、ある意味僕みたいなタイプは、得意な方で生きにくいんですよ、はい、そのみんなと同調みんなに評価されたいとか、うん、あの人素敵ねとかいい人ねとか言われたいっていう感覚が強ければね、うん、言わないことを言っちゃったりするわけじゃないですか、はいはいはい、であのそれはでも僕はあの人がどう言おうが本当にやりたいことをその都度その都度探しながらやってて、本来あるべき姿はどうなんだろうって思いながらその中でこう自分の姿をさらにまあ未だに見つからないですけど人生の目標は常にそのこれが目標になるだろうと思って関わってきたし、それからその瞬間瞬間の中で達成感や充実感や生きてる実感みたいなものは確実に感じてきてるわけですよ。で人の評価は別としてね、こうなってくださいって言ってる話じゃないでしょみんなそれぞれが上手に自分らしく生きていくことを他が認める社会がもっと自由なね、なんだろう多種多様な、目的やその価値観を認めて共存できる社会みたいなものがこうもっと若い子の中にあるといいなって思うんですよ。だからみんなが就活やるから就活やることが偉くてね、内定決まると偉い人になっちゃって突然っていう話とかね。でもそれはそのみんなが就活やっ
ってることが良しとされる中でだよ、うんうん、いや僕は起業しますとか、あの僕はボランティアで、あるいは、アフリカで難民を助けに行きますとか、うんうんうん、こうもっといっぱいいろんな人が出てきてもいいような気がするんですよ、うんうん、まあいるんだと思うんですよ、いるんだと思うんですけど、キムさんが宗教でも、はい、ただ、自分たちの宗教を信じないと地獄に落ちるぞというとんでもない、宗教団体もあります。まあね、まあ、確かにね、最終的には どうなんですかね、宗教はよくわからんですけど、結構こうなんつうんですかね、こう自分のやりたいことがやれてる人間って他の人のことを応援する傾向ないですか、宗教をやって、宗教とは関係なく、うんうん、つまり自分のやりたいことを本当にやれてる人って、うん、こう他の人を応援する余裕がある感じしません？そんなことないですか？いやいや、それはそう思いますよ、うん、まあある意味その人のことよりも自分のことみたいな時になる瞬間もあるんですけど、何、うんうん、ていうのかな、やっぱりこう本当にやりたいことをやれてるとか、うん、こうなんとなく今瞬間ね、うんうん、錯覚かもしれないけど人生の目標みたいなのが見えてるような気がするとか、あるいは達成感充実感、生きてる実感みたいなのを感じてる人は、うん、感じられない人に、うんうん、はこう感じてほしいと思えると思うし、こうすれば感じられるのにって多分思うんですけど、絶対ハマらないんですよ、人が違うわけだし、要は舞台が違うわけで、あの同じことでは感じられないと思うけど、間違っても足を引っ張ることないような気するんですよ、他の人のね。まあ、あのビジネスの世界ではそのあの勝ち負けの勝ち残ったところにあるんで、人の足も引っ張れば騙しも何もかもする可能性はあるんですけど、草薙くんの番組が今今日で終わったんですけど、はい、なんて僕の生きる道じゃなくてなんだっけな、ドラマで IT 系 の、そうそうそう、はい、もうあのそんなドラマでしたね、はい、あの再放送でやってたんですけど、ゆうきまぐれさんが得られないから求めていく向上心が出ていいかも、うん、そうですね、それもありますね。あとキムさんが相手の宗教を認めない宗教は宗教ではないと思いますそうだねただねこれ一神教は難しいんですよ、唯一の神、うん、ですから、はいはい、それは他の神を認めるってのは難しいんですよ。で日本人はやっぱり矢をよろずの神の、まあ、基本的なその原始的な宗教が風土としてあって、うん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 、その頂点にその天皇とか神がいてね、うんうん、こうそのいっぱいいるわけじゃないですか、うんうんうん、でそういう意味ではその他を認めるところは、うん、全然こう民族的にあるんだろうなって。もうそうですね、うんうん、だからといって一神教がダメだっていう話じゃないんでしょ、うん、あの一神教は一神教であればいいわけですし、うんうんうん、あのそんな気がしますね。ジャイアン教、自分たちの宗教を信じないと地獄に落ちるジャイアン教、ジャイアンのようなノリかなっていう、ね、まあ、別段そうではないと思いますけど、はい、ただやっぱりね、宗教のために人がいるという宗教はかなり怪しいと思ってもいいと思う、うんうんうん、で人のために宗教はあるべきで、うん、これもっとね客観的に言ってしまえば、まあ、何も信心してない僕が客観的に言えばですよ、うん、宗教は人が作り出したもので、うん、人が人のために、構築した、うん、哲学だったり生き方だったり指導書だったり、うん、なんかそういうものだと僕は思ってるんですよ、うんうんうん、ただそれは信心してると人にとってはそうではないっていうに決まってるんで、ただ唯一の神がいるならなんで地球上にこんなにたくさんの宗教を生んだかですよ、それはそれが一つでないっていうのはいやこれはビールもあればコーヒーもあれば紅茶もあればお茶もあればそういうことです、ってことじゃないですか、うん、でそれはそれでいいんですよ、うん、いいんですけど、だからどんな宗教もあってもいいですし、はい、このキムさんこれがいいですね、うん、なんか宗教イコール政治に感じますが、
あれの、あの、ね、宗教と政治は非常に近い関係の中で、例えば、日本に仏教が入った時はあの完全に政治とリンクしながらですね、うんうん、こうお寺をそこら中に作ってですね、うんうん、こう広めたわけですから、うんうん、でその後やっぱり、キリスト教が入った時も、まあ、最終的にはキリシタンとして弾圧されましたけど、うん、それも政治にかなり利用された部分はあるでしょう、うんうん、いや、政治と宗教は近いところにありますよ。ただ、政教分離が本当に正しいかというと、僕は、その、うん、政教分離は正しいんだけど、じゃあ、本当に、その、コミュニティテンサーとかね、うん、っていうのよりも、既存にあるお寺をもっと活用した方がいいし、そこに祭事があって、イベント会場となる境内があって、うん、こうお祭りも行われてるわけですから、うん、でこれねちゃんとしないと、もうお寺とか神社が、うん、神社はまだお賽銭投げるけど、お寺潰れますよ潰れるところは、うん、まあ檀家がいないとこは本当につらいですよ、ね、つらいと思いますよ、辛いですね、今なかなかベンツの埋めれないんじゃないですか、まあまあまあ、まあ、別にベンツの方がいいんですけど、いいんですけど、うん、あの別に お坊さんがお酒飲んじゃいけないわけじゃないですからね、いいんですけど、うん、あのお酒も飲んでいただいて結構ですし、ただやっぱり宗教法人に関して、税法上の優遇処置があるところはね、うん、もっと機能しなきゃおかしいですよ、社会構造的に、うん、それは公益性を担ってるということが前提で、うん、そういう形になってるわけですから、はい、そうですね、うんうん、別に例えばお寺さんがこう駐車場をこう貸してるのはあれは無税じゃないですもんね、あれはちゃんと課税さん、あれはあの課税さんですもんね、はいはい、あの宗教に関してのことだけは、そう、宗教活動に関してね、うんうん、はい、無税なんでね、うん、何でもかんでも無税であるわけではない、うん、ただ領収書も切らないですからね実際にね、うん、だからこっちも税務署に出させないんで、うん、まあ、そうですね、はい、でも仏壇買うときにはちゃんと領収書が出るんですよね、あれはあのお寺ではないんでね仏壇なんで、ね、置いてあとあの魂を入れるというのに お坊さんを呼んでお経をあげてもらう時には、うん、領収書なしのお経が発生するんですけど、まあだけどあれですからね仏壇よりは安いですからね、まあね、まあねまあ仏壇もピンキリですけど、ちょっと話がとっちらかってますが、本当にその若者だけがこういうものを求めて動いてるんじゃなくて、やっぱり僕らも常にね、うん、その達成感とか充実感とか言ってる実感みたいなものを、まあ、例えば中川さんは仕事の中で、僕もなんかいろんな活動の中で、で、56の僕でも今でもそれを感じたくて動いてますし、多分60、70、老人ホームに行っててもですね、人の世話になりたくないとか、うんうん、社会のお荷物になりたくないとか、うん、何か社会のお役に立てたいとか、うんうん、誰か頼りにしてもらいたいとかっていう思いを持って、うん、こう動かない体を一生懸命動かしてたりですね、うんうん、こうあがいてたり、うんうん、であがきながら一生を終えていくっていうのが人だと思いますんで、キムさんがまた、ある宗教団体はお金を無償であげます、その代わりにうちの宗教団体を認めてくださいとか、はい、まあね、いろいろあるんですかね、まああるでしょうね、うんうん、創価学会と、なんだっけ、創価学会は、政党も持ってますよね創価学会をベースにした公明党、それから、今、幸福の科学がやたら、幸福実現と、やたらこう、はい、なかなか国会議員が出てきませんが、うんうん、かなり動いてますね。それから、オンもやっぱり政治家を出そうとかなり動いてます、はいはい。宗教が経済的パワーや、その、実際の政治のパワーも、
利用しようとした時に、うん、ちょっと違うものになる、なってく感じはしますよね。まあそうですね。でやっぱり宗教のために人がいるわけじゃなくて、人のために宗教がある、うん、そうすると今さまざまな宗教のお坊さんや、宮司さんや、うんそういう人たちがそちらを向いてるのかっていうのがね、なんか思いますけどね。ある意味こういうことも言えると思うんですよ。はい、別なこの新興宗教この場合今から言うのは褒めるという言い方に思われるとちょっと尺なんですけど、コーヒー屋さんこうやるとするじゃないですか、はい、僕ら、はい、と最初お客さんがいないわけじゃないですか、うんうん、営業するじゃないですか、うん、でそれなりにこうお客さんがいるとするじゃないですか、うんうん、あんまり営業しかけないじゃないですか、うんうん、で今のお寺さんとかなんかって営業しかけないじゃないですか、うんうん、まあね、ある程度の売り上げを持ってるわけです、うん、そうですね、だけど、はい、最初にスタートしたコーヒー屋さんやっぱり営業を仕掛けて少しでも、うん、自分とこう PR し、うん、うちでコーヒー買ってくださいっていうことやるじゃないですか、うん、それとちょっと新興宗教似てるよねみたいなアメリカなんかだとその普通に牧師がね、うん、番組持って演説する番組があったりするじゃないですか、うんうんうん、PR 非常にうまいですよね、うんうん、でそういう意味で言うと例えばお寺に各宗教に入ったお金がどう公的に使われてるかっていうのがね、うんうん、キリスト教はなんか結構その、食べ物がない人に対してこうなんていうんだろう食べ物を配ったりですね、はいはい、うん、から実際にこうキリスト教の中で孤児の人たちをあ、うん、こうちゃんと預かってこう社会に出すみたいな動きをやってたり、うんうん、でもお寺で保育園幼稚園やってるところもありますけど、うん、あれは普通に保育園幼稚園をやってて、うん、そこでその施しっていうかな、集めた寄付金とか志を、うんうん、まあそういうのもあるんでしょうけど、うん、なかなかそういうのがこうクリアに見えないですね。この山田太郎さんが、はい、幸福実現党と公明党が駅の表と裏で街頭演説をしてて宗教戦争だと思ったことがあります。なるほど。僕の友人でも幸福実現党の党員がいてですね、うん、選挙の前には必ずお電話をいただくんですが、うん、必ず明確にお断りはするんですけど、でもその人が嫌いなわけじゃない、うん、で幸福実現党自体はあんまり僕よく理解してませんけど、うん、一応本は 2,3 冊読みました、うん、理解するために、うんうんうん、でもまあ僕自体ですねこれ例えばこう尊敬できる人いますよね、うん、あるいは大学教授で、うん生徒で、うん研究室に入って、うん、もう神のように信頼をし教えを請い、うん、この人のようになりたいってこうついていく人いますよね、うんうんうん、僕あれできないんですよ。たくさん僕の周りには尊敬できる人や、うんうん、うわすごい、うん、この分野ですごい、うん、僕はその距離を置くんですよ、うんうんうん、でこの人が、うん、榊原君最近面白いことやってるねって言わせないんですよ、うん、要はその人に認められるっていうことが、はい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 、オリジナルで動いてね、うん、常にそこに動くんで、うん、なかなかこう、誰々の審判に入っちゃうとか、うん、こうその人、うん、そういう形には僕ならないんですけど、うんうん、まあこの辺も、まあ、悪いとこではあるんですけどね、結構窓際君またきついとこ行きますね、はい、マスコミに叩かれることのない絶対的な聖域それが東丸学会、はい山田太郎さんもちょっとうまいこと言ってます。マスコミに叩かれないと言ったら広告代理店の人たちもそうです。そうですね。あの人たちはあれはタブーになってるみたいですよ、はい、今でもかなりいろんなことが起きるんで、僕なんかこの放送の中で、実際に名前を言いながら言ってますけど、うん、まあ僕は利害関係も何もないから何もしようがないんで、うん、大丈夫だとは思うんですが、う
あの放送会、メディア、まあ、テレビとかそういうところでもかなりこれに関する発言は禁句になっているようですね、うん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 、それだけパワーを持ってる、うんうん、そうですね、うん、これでこうクレームが来て、これをこの番組のこの、アーカイブを消せるぐらいになりたいですね。いや、それは相当向こうにとってまずい話をしないと、はい、うん、それほどだけど、まあ万博の時でも国大連展の話はしたし、まあ批判めいたことはしましたけども。うんうんうん、まあ、そんなことは当たり前に広告代理店をやってる話なんで、うんうんうん、もっとえぐいいろんなことがあってですね、実際に NHK から弾き出されたり、うん、まあ、いろんな人がいるみたいですよ、うんうん、で今そういう人たちが、ネット配信でこういうソーシャル、うん、YouTube みたいなものですね、オリジナルでもう普通の 現場というか現実社会のそういう仕組みとしてのメディア社会では弾き飛ばされたんで、はいはい、もう個人情報として出し始めてるっていうのがだいぶ出てきてるっていう状況ではあるんですけどね。そういう考えるとあれですよね、この国民を騙すのも大変ですね、うん、昔はね新聞やマスコミをうまく使えば国民を騙したんですけどね、騙せないですね。この地域はね、ブラック問題とかあんまりないじゃないですか。で、僕もそういうところでの差別意識はないんですね。死、うんうん、の交渉を得た否認 の、うん、その人間ではないという位置づけだった人たちに対する、うん、そのでも、例えば奈良とか京都とか東京とか、うん、一部地域ではまだじ、うん、そのあってですね、うん、まあ、だいぶ薄れてはきてると思うんですけど、うんうんうん、これは僕は万博の時の NHK が仕掛けたネットで議論する場所で、この話題を出したら、うん、NHK がごめんなさいって言ってきたんで、うん、NHK ですらなかなかこのブラック問題は、うんうんうん、そう切り込んで喋れないみたいですね。はい、実際にそういうことあるみたいです。この愛知県の三河地区で、生まれ育ってるとそういう実感はあんまりないんですけどね。キムさんがアメリカに住んでる友達は週末には教会に行かないと生活ができない、うんうんうん、聞きました、うんうん、それと同じようにコーヒー屋にコーヒーを買いに行かないと生活できないというふうに、洗脳していただきたいなと。結論を出そうとは思ってないんですけど、うん、まあなんていうのかな、こう就活が全て、だったり、はい、がでも結構会社に入ったら会社に入ったで現実社会の中で、うん、こう仕事を評価され、うん、やりたくもない仕事を押し付けられ、うん、上司のいじめと、うん、客からのいじめと、うん、なんかいろんなことでへこんでいくんだと思うんですけど、うん、これねやっぱり与えられるんじゃなくて、その時その時に自分なりの目標と、うん、まあ一生懸命やることで小さな達成感や充実感を、うんうん、またその中で生きてる実感を、うん、こう見つけ出す作業なんだと思いますよ。はあはあ、うん、で、どんなことでもそういうことに入っていけない人は何をやってもやっぱり得られないんだと僕は思ってるんですよね。まあ基本的にはみんな頑張ろうっていうことを言いたかっただけなんですけど、今日は、ね、はい、うんうんうん、ただ今後、まあ実現すると思いますが、いろんな宗教の、まあ、お坊さんたちに来ていただいて、うん、これをベースにどうするかっていうのがね、いいですね、我々が新人深くなって、はい、いいですね、うん、はい、これなんですか、キムさん、騙すんではなく人間に希望を見せる、あ、いいですね、うん、宗教ってそういうふうになっていくんですかね、うん、そうするといいですよね、希望を見せてくれればね。いやだからさ、はい、これ与えられる感覚ではいつまでたっても無理ですよ。
これは自分で見るんだと思いますよ。で、まあ宗教を否定してるわけじゃなくて、自分で見れないから宗教の中にそういうもの、神の力をとか、うん、あの生かされてる実感とかですね、そういうところで感じられる人もいるんでしょうけど、田原総一郎が出てきそうな話題ですね。それほど危なく、危ない議論にはなってないんですけどね。名古屋テレビって、はい、東京ローカルと大阪ローカルのいいとこ取りって感じですよね。はい、あと名古屋ローカルの番組がちょこっとって感じで、あ、名古屋テレビそうですかね。最近ちょっとあの激論とかいう、激論だっけな、なんか新しく番組始まりましたね。その前に、一つあったんですけど、短期で亡くなったんですよ。あの、はい。で、ちょっとね、チューブの、この愛知テレビにしても名古屋テレビにしても、ちょっと頑張り始めてますね。あ、そうですか。要は、その、例えば鶴瓶の筋なしも名古屋でしょ。あ、名古屋ですね。で、あと、グッサンチとか、で、今回の激論なんとかだ、なんだっけな。あ、あれも、こっちですね。うん、で、うん、ちょっとね、こう、中部地区の色を出そうと、ちょっと頑張り始めてるのかなっていう気はしますよね。うん、でも、多くの場合が、こう、地域の、で、スターが生まれるんじゃなくて、うん、東京でまあ人気がなくなったのがこう来てですね、はいはいはい、その看板の番組ができるパターンが多いんで、あれはちょっと気になりますけど、なかなか中部からこう愛知発信のいろんな情報を出せるようなキャラクターの人っていうのはなかなか出てこないですね。それを多分育成する土壌がないんでしょう。まだまだ、今後あり得る可能性はありますけど。そうですね、あのラジオが全盛だった頃があるじゃないですか、はいはいはい、宮地幸男だとか、はい、坪井紀夫だとか、ね、あの辺が出てきた時代って、うん、結構ラジオからそのまんま、ね、あのテレビの方まで行ける時代でしたよね、はいはい、うん、そういう意味では、筋なしは東京でやってます。いや、あのね、あの名古屋のやつをあの、東京が買ってるってやつですね。そうでしょうね、名古屋で収録してますもんね、確かに、はい、名古屋でやってます、はい、はい、いっぺんあれ現場見に行きたいんですけど、好きで僕、はい、あれ結構あれですよ、役者の人は気遣いますよ。いや、あのやっぱりね、その技量が見れるんで、あの面白いですよね、うんうん、役者の、ということで今日はこんな感じで、で、はい、あの今後ですね、まあ何人かに声をかけながら一人ずつ、毎回というわけにはいかないんで、うん、まあ月に1回とか2ヶ月に1遍そういう、ね、あの宗教家の人を呼んでですね、それぞれのポジションでその生きるってどういうこととかですね、あのそういうお話をしてもらおうかなと。いいですね。ただあのただ喋らせませんので、僕突っ込みますから。それ聞いたらみんなあのもしかしたらあの逃げていくかもしれません。批判はしないですよ。批判は要は質問をする。あ、なるほどね。あ、大事ですね。一時の総括会状態になるのかもしれませんが。あ、なるほど。はい。はい、ただいまってこう来たが時点でこう終わっちゃうのはちょっとすごい申し訳ないんですが。申し訳ありません。はい。まあ、ここらで終わりにしますか。そうですね。で、はい、来週は、アトピー、11月の1日ですね。来週はもう11月ですか。はい、アトピー診療所です、はい。で、今度はゲストでですね、3ヶ月ぐらいで、Facebook でアトピーが治ったっていうページを、その管理者はアトピー患者の人たちなんですが、もう治ってですね、報告として出演をしていただけることになってます。あ、なるほど。それから、痛み、それ、ごめんなさい、痒みの構造、アトピーの、それから、
自然治癒するのはなぜか、うん、ナトビーがね、うんみたいなお話を、今回は主に、それから後半はゲストを迎えてですね、もちろん電話相談室もありで、やりたいと思いますんで。わかりました。はい、はい、じゃあそういうことで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。